日産某所からおはようございます。アップシートのあのアプリの使い方、ちょっと実録でやってみたいと思います。今さしたばっかりなんですよ。で、数字、数字を打ち込んでいくのでもいいですし、写真だけ撮っちゃって、数字は後で打ち込むっていうのでもいいです。僕はいつも写真だけ先に撮っちゃいます。で、ここのチャージっていうところ、一番下の段の右から2番目、チャージっていうやつを選んで、 そっから、ここのプラスボタンでやるのもよし。であとはですね、僕、このおじいちゃんと行く大阪の旅のカテゴリーを作ってますんで、大カテゴリー作ってる場合は、この PC モードの隣のトリップっていうのを選んでですね、そっから、ここ、ピコって押すと、いろんなところありますから、ここのところからもうちょっと下に行くとですね、このアドってやつがあるんですよ。アドあ、でもまあ、 わかりやすいのはやっぱチャージからですね。チャージからプラスボタンで今の新しい充電を入れ込みます。で、一番上にキーカテゴリーってありますんで、あ、これ、しまったな。キーカテゴリーじゃあちょっとわかりにくいですね。直しておきます。で、ここのところからピピッとおじいちゃんと行く大阪の旅を選びます。で、ここから新しくカテゴリーを作ることも可能になってます。じゃあまあ、やりましょうか。おじいちゃんと行く大阪の旅を選んで、 で、やばい、これ GPS、下に行っちゃうと僕がどこにいるかバレる。バレる、バレる。一応あれなんですよ。秘密なんですよ、まだ。旅の動画ができてないんで。ごあよしよし、いいでしょう。で、これでバッテリー、スタート時の出力を取りますね。僕いつもなんかこんな感じで、先に取っちゃうんですよ。 これメインは何かっていうと、このバッテリー最初の <laughs>、すいません。出力をちゃんと覚えておきたいんですよね。いつも覚えてる覚えてるって思っても忘れちゃうんですよ。僕本当脳みそがみじんこなんで。ええー、とですね。で、あとそ、ここまで取ったらもう一個取りますスタートのバッテリー温度。ま、温度というか最初はバッテリーバーだけ取っとけばいいかななんて思ってたんですけど、 はい。で、バーじゃなくて、リーフスパイの方がいいですね。で、そして、リーフスパイも立ち上げて、はい。お。はい。はい。あ、ちょっと待ってください。今もう書くことないと思うんですよ。そうですね。 うん。写真を撮っておきます。このリーフスパイの写真、ここに撮るのはちょっと言葉がわかりにくかったけですけど、僕、SOH を記録しておく欄として作ってます。ちょっと、ここのところは、そうか。でもまあ、欄の名前、この写真を撮る欄とか書き込むところの欄とかの名前は、いいかな変えなくても。 皆さんも好きなものを撮っておけばよろしいかと思います。で、この撮った写真っていうのも皆様の Google ドライブに保存されますんで、僕はデータ一切撮ってませんから。で、リーフスパイの写真も撮っておきましょうか。こんな感じです。い低いっすね。26度。まあ、外気温も23度なんで、充電前の温度も書いておきましょうか。あーと、違うな。26.5度。 ね、26.5度ほいこんな感じですあとは終わったら充電のあ累積走行距離も変えていきましょうかどんぐらい走ってましたかねお 17000km 超えましたね1万ふんふんふんよしで SOH は一番低いものを自動的に入力されるようにしてますで気づいたらここを変えて 今、96.39なんで39に変えておいて、で、次、またデータを起こした時に、起こしたって新しい充電の記録を取ろうとした時には、96.39が記録されて、自動的に入るようになってます。累積走行距離も自動で入るようにしたいった方がいいかもしれないですね。2回連続充電とかありますもんね e、E プラスなら。うーん、そうか。じゃあやっておきましょう。で、この、今グレーになってる充電量、 キロワットアワーとその下、キロワットアワー分の1、1分。これについては全部充電が終わって何分充電したかって入力して初めて計算されますんで。で、とりあえずここでセーブしときましょうか。ほい。で、右上に矢印、右側、時計回りに回る矢印があって、上に1であるでしょピコッと。で、これしばらく待ってると自動的にサーバーの方にデータを送って、 同期するっていう設定にしてあります。で、ですが、あ、ほら今、今消えたでしょ今消えたでしょしばらくすると自動的にデータが飛んでいくようにしてあるんですよ。でただ、ここを押してですね、強制的にシンクするっていうこともできます。こんな感じでございます。今、7月の15日朝6時43分のものは、1分あたりの出力はゼロなんですよ。これさっきも言いましたけど、 まだですね、何分充電して、どんぐらい充電できたかっていうのを入力してないんで、なんでまだ出てこないんですよ。すいません。朝なんで僕の言葉も出てこないですね。ほい。こんな感じでございます。で今回の旅の充電の記録、ほとんど撮ってるんで、ま取、あ、撮ってないのもあるんですけどで、1分あたりの出力を撮っとくと何がいいかって、で効率が上かりやすいんですよ。あ、やっぱりこれ温度上がってるから、 充電効率が下がってるな、みたいな。前もちょっと言いましたけど、30分で充電が終わるとは常には限らないんですよね。まあ僕の場合は結構20分で切り上げたりとか、逆に30分を超えて40分連続でできるようなところだったらもう40分連続でやっちゃおうみたいなことがありまして、なんで充電時間っていうのはその都度入れるようにしてあります。はい。そんな感じでございます。しかしめちゃめちゃいい天気ですね。 風は強いんですけど昨日までの大雨が嘘みたいまあネタバレもいいでしょう今静岡県は牧野原市にいますで、ここに日産あるじゃないですかそこに旗小屋があるんですよすごくないですかここ牧野原も僕地元ほとんど地元みたいなもんなんでこの道もよく通ってたんですけど旗小屋があるっていうのを認識してなかったですねなんでここもシーズンオフ料金があってめっちゃいいんですよ安い あそこにマクドナルドもあってでこっち側に行くとステーキの爽やかもあるんですよねでいろんな面白そうな店がいっぱいあるで充電終わったんで充電終わった時のデータの記録の取り方やりますでさっきやったところですねそれを1回こうピコッとタップしてそうするとこういう画面になると思うんですよで右下の何かページに鉛筆で書き込むみたいなのが あるんですよすいません。PC じゃないんで、ポイントが出ないんで、なんとも言えないんですけど、ここです。わかりますあれあ、これバグだな。あ、これバグだ。なんだあ、バグだ。ロングタップがダメっぽいっすね、これ。よし、じゃあもう一回。さっきのバグ、わかりましたよ。直し方が。横画面のままだと、画面がブラックアウトしちゃうんですけど、一回こう縦にするとですね、直ります。 というわけで、こちら、ピコットを押して、さっきのボタンが編集のボタンなんですよ。で、編集をしてですね、うん、うん、うん。どうしましょうか。まあ、ここ有料なんで、さっき忘れてたところ。で、終わった時は、こんな感じ、終了時、出力の写真を撮ります。で、まあ、これ撮らなくてもいい,いいような、あ、撮った方がいいですね。終了時の出力って名前になってますけど、 これ何をしたいかっていうとですねこのパーセンテージを残しておきたいわけですよああまたなんかブラックアウトしてる縦にすると治るんですけど何だろう僕の携帯のメモリー使いまくってるからかもしれないですねで終了時のバッテリーの温度もこれはえー、っとこっちだこれでございますバッテリーのバーを記録しておくってことですね ああ、また暗くなってる。なんだこれ。こんな初めてですね。で、終了時のパーセンテージ書き込みます。これ書かないと、充電量が計算できないですからね。で、終了時の出力は、まあ、ここはいらないような気がするな。充電器出力92ってなってますけど、これもバグですね。皆さんのやつも勝手に、この終了時パーセンテージを92って書いたら、ここの、 充電器出力が92になっちゃうんで気をつけてください。で、このバグはですね、アップシートそのもののバグです。僕の方でいじってみたんですけど、どうにも直らなかったですで。充電器出力はまあ後で調べればいいですね。で、充電時間。充電時間ですね。これは大事です。ちゃんと書いておいてください。で、でで下に行ってリーフスパイの温度。で、充電後のリーフスパイの温度も僕は取っておくことにしております。こちらですね。 29.3そんなに温度上がんなかったですね。あれなんかブラックアウト連発だな。で一応書いておきましょうか。29.3で、ここまで書き込むと、ここのグレーアウトしてる充電量と1分あたりの出力が計算されます。でさっき整合しました。整合してまだ出てないんですよ。ゼロになっちゃってるんですけど、このシンクボタンを押すとですね、 ササーバーーーーババとデータをやり取り取しして、てての方で計算してくれてます。まあ、大した計算じゃないんですけどでも細かいことを言うとですね、データベースに計算で出せるカラムについては特には書かないっていうのが僕の主義なんですよね、まあ、メモリも無駄遣いしなくて済むしストレージも少なくって済みますんで、まあ、そんな感じです出ましたババン充電できた量キロワットが13.75で1分あたりの出力が0.46 で,すでこれ一発目ですとそんなに実感は湧かないと思いますけどデータが育っていくとわかりますよこんな感じで一番効率がいいのがここですね1.09東京都庁でやったものでございます普通の日産の充電器だとまあ大体0.6から0.80.8出るとめちゃめちゃ効率がいいなっていうのがわかりますまあそんな感じですよでちなみにこの一番右のグラフっていうのを押すと 一分あたりの出力がどの程度効率が良かったのかっていうのがグラフでババンと出るようになってます。僕途中これ抜けちゃってるのはですね、データ入れた割には充電時間とか充電のスタートのパーセンテージみたいなのを出してないんでこんな歯抜けになっちゃいますけど、皆さんちゃんと書いていけばですね、記録取っておけば綺麗にグラフが並びます。で、ちなみにちょっと見にくくなるかもしれないですけど、縦でも横でも綺麗に並びます。これ割合いいですね。 というわけで、超簡単なんですけど、僕が公開したアプリの使い方でございました。あのー、昨日公開して、皆さんコメントたくさんくださったじゃないですか。めっちゃ嬉しいですよ。僕めっちゃ嬉しいですよ。であと、まだおじいちゃん一緒にいるんですけど、おじいちゃんもめっちゃ喜んでます。おー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 って言って。で、先生も、 みんなのコメント見て、なんか一生懸命返事しようとしてるんですけど、なんか全然関係ない人のところにコメント打ち込もうとして、もう違う違うっていうのが大変だっていう話ですよ。というわけで、現場からは以上です。今から朝飯、近くのの漁港にめっっちゃいいとここああ、るんでですす。すよ。そこ行ってまいりますあ本編の方はですね、 もうおじいちゃんが言っちゃいけないこととか、もういろいろ言っちゃって、編集がめっちゃ大変なんですよね。なんで言っちゃいけないところをカットすると、前後のつながりが全然うまくいかなくて、どうしようと思ってるところであります。ただ、あの、鋭意作成中でございますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では、失礼いたします。